恐竜がいたおよそ1億年前に出現したとされているノコギリエイ。国際自然保護連合が絶滅危惧種に指定していて、国内だと伊勢シーパラダイスなど4つの水族館でしか見ることができません。今日長寿記録日本一となる飼育33周年を迎えましたが、新型コロナの影響で昼のイベントを中止、代わりにオリジナルデザインの缶バッジなどの販売が行われました。33をバサッて切ってるようなデザインなんですけど、もっと長生きするぞっていう思いと、あとちょっと可愛さを込めてみました。伊勢シーパラダイスは今日午後6時から YouTube でノコギリエイの長寿の秘密や閉館後の様子を無料で生配信する予定です。